アンアキコ・マイヤースはアメリカのバイオリニスト。ドイツ系アメリカ人でセロ構造コ,コミュニティ大学の学長であり、後にオレゴン州立大学の学長となる父リチャード・スチュアート・マイヤースと日本人画家である母、安子かマタ・マイヤースの間にサンディエゴで生まれる。4歳から鈴木メソードでバイオリンを始め、1981年11歳の 時にロサンゼルスフィルハーモニックと初共演し、ザ・トゥ・ナイト・ショーに2度出演した。1982年、12歳の時にズービン、名多式のニューヨークフィルハーモニックと初共演。1983年、インディアナ大学ジェイコブズ音楽院でジョーゼフ・ディンゴールドに指示。1984年、ジュリアード音楽院で全学奨学金を受け、川崎正をドロシーディレー。 フェリックス・ガリミアに支持した。以後、ソリスト、室内楽奏者、レコーディングアーティスト、教育者等として世界中で演奏活動を行う。1998年、アンクラインのファッションキャンペーンをイメン・オブ・サブスタンスのモデルとなった。2008年、カリフォルニア大学に表議員講師として招かれる。1736年生、グアルネリ・デルジェズ・ムンツを使用していた。 現在は、匿名の持ち主より、終身対応されている1741年生、グアルネリデルジェズ、ビュータン。これは、アンリビュータン以来、ユーディメニューイン、イツアーク・パールマン、ピンカスズー・カウマンら歴代名演奏家の手を経てきた、バイオリンにおけるモナリザと称される名器であり、2012年の取引で約1600万ドルの値がつき、1721年生、ストラディバリ、 レディブラントを超え、史上最も高額で取引された楽器となった。所有者は、匿名のまま、アンアキコへ、終身対応されることが発表されている。リチャード・スチュアート・メイヤーズ。2018年5月31日閲覧。アンアキコ・メイヤーズ・レシーブス。エクスクルーシブ・ユーズ・オブ・ビュータン・デル・ゲス。 レベッカ・デイビス・パブリック・リレーションズ24ジャニアリー2013リトリーブドサンフェブラリー2013ありがとうございます。